今回はメルセデスベンツの C200 フェイスリフトバージョンの、新しい自動運転の設定方法を説明したいと思います。今回の新しい、C クラスは今までのこちらに、レバーがついていましたが、マイナーチェンジ後からはハンドルの、右手のスイッチが自動運転の設定スイッチになります。まず、任意のスピードで、走っている最中にこちらのセットを押すだけで、待機状態になります。で、それから制御可能になった場合には自動でその設定速度を追従するような、機能になってます。こちらで、車間距離の設定が行えます。切り替えればここで車間が、変化してるのが分かると思いますけど、これが一番、最大車間距離、これが最小車間距離です。今、メルセデスベンツ C クラス、フェイスリフト、新しい C の200の自動運転中です。ハンドルも自動で、動くようになってます。画面の真ん中下、ハンドルマークが緑色になっているところがハンドル制御入りの状態です。距離はここで変更することができます。これが一番近い状態です。ハンドルに手を添えておくだけで、自動でハンドルを切ってくれます。ハンドルを添えないと、警告が出たりします。